ロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。呼びになりましたね。皆さんこんにちは。2021年11月4日、今日は木曜日です。夕方です。キジトラさんいるかな？あ、いた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 。キジトラさん、もういた。また職場報告です。キジトラさんどうしたんだろう。お立ち台降りてしまいました。早めに。いやこれは参りましたね。ここは慌てずに少し待ちましょう。落ち着いて落ち着いて、慌てない慌てない。ベルが鳴り、集荷が始まりました。やったですね。やっぱり慌てない心が大事ですね。始業時間開始です。よかった。キジトラさんもベーシックインカムですね。食べることが仕事になります。夕方も観衆が5万人入っていました。すごいですね。もう後戻りできません。キジトラさん、もう払い戻しは不可能です。もう5万人だと、もう何億というお金がね入っていますからね。ここで食い逃げは許されません。よく食べてくれています。よかったです。職場放棄自主退場しないでね。これは安心しました。よかったよかった。観衆の大歓声も喜びに変わりました。よかったよかった。またブーイングだとねやばいですからね。金返せとなってしまいます。観衆も生活がかかって開催終了まで期待していますからね。ここはもう後戻りできません。玉貸ししましょう。よし、玉貸し、ケーキ漬けに玉貸しです。よかったです。チワ君からのモルシンゴ、白いお猫さん警報です。モルシンゴが聞こえているだろうか。耳のアンテナでね聞こえてると思います。ギョロリ、白いお猫さんになりました。あ、お立ち台を降りてしまいました。どういうことなのか、ちょっと混ぜておきます。5万人の観衆が騒ぎ立てます。ちょっとやばいですね。ブーイングですね。下手したら物が投げ込まれます。ギョロリ、白いお猫さんになります。すごい目つきですね。恐ろしい怖い目つきです。キジトラさん、第2ステージが始まりました。よかった。第2ステージですね。これなら観衆も納得します。シワ君からのモルシンゴ、白い大猫さん警報ですね。白い大猫さん、モルシンゴ聞こえますかね。キジトラさん、お耳のアンテナでねイカ耳になってますけど、ジロギョロリー、ノラクロさんと白い大猫さんを警戒します。またお立ち台を降りてしまいました。ちょっとこれはまずいかな。でも第2ステージまで行いましたからね。さあどうするのか。キジトラさん、方々の野良猫を警戒中です。キョロ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 見ています。すごいですね。方々警戒です。ジロギョロリー、すごい目つきですね。厳しい目つきになっています。ご飯を捕らえちゃいけないですからね。ジギョロジロリー、黒いお猫、野良黒さんかな、キジシロさんかなって感じですね。ジロリーギョロリー連発ですね。もうね、方々を見て警戒中です。第3ステージへ突入します。すごいですね。キジトラさん今日はやる気満々ですね。もりもり食べています。白いお猫さんになります。モールスが入っています。ギョロリー、すごい目つきですね。キジシロさんかな、ジロリージロ、おジロリー、首を長くしてギョロリーですね。
もうイカ耳ですね。縦になっちゃってますね。もう落ち着かないらしいですね、キジトラさんも。もうご飯どころじゃないのかな。うちでも警戒して食べてんのかな。あ、立ち台離れました。夕方のお話はここまでです。まだまだ警戒していますね、キジトラさん。お家で食う時も警戒中かな。警戒が止まりません。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いしましょう。それではバイバイでーす。